今緊急事態宣言が再延長されて逆に人手が増えたとか、はい、予約が増えたとか、うん、そんな話がありましたけれどもやはり今後を占う意味で非常に大きいのが変異ウイルスの存在です。VTR ににもももありましたたけれども新たにフィリピン型もですね 確認されましたフィリピン型についてはです、ね、国立感染症研究所もです、ね、これまで今出てますけれどもイギリス、南アフリカ型ブラジル型こういったウイルスとです、ね、同程度の脅威と考えられると変異型と同じと考えられるとしています、まあ、あの南アフリカ型やブラジル型にもある特徴もフィリピン型持っているようですけれども宮田先生は以前から変異型への,この懸念というのはです、ね、強く発信されてきましたけれども現状、どうご覧になってますか そうですね、あの緊急事態宣言に入ったころはです、ねあのまあ、例えば東京で言えば500例未満という基準があったんですが、まあ、その後あの変異株が世界中で流行したことによって、まあ、状況が一変しましたでまた、あ、今まではです、ねまあ、多くの国が医療を逼迫させない範囲である程度の感染を許容していたんですけれども、うんまあ、これがあの一気にです、ね、制御不能な状況になってしまうと。 でイギリスや、まあ、あのスペインというのが、まあ、そういう状況になってかなり厳しいロックダウンでようやく抑え込んでいるという状況になっているので、まあ、今後はやはり聞きにくいあの変異株というのがある一方で、まあ、ワクチンというのは、まあ、十分現行はですねやはり効果があり、まあ、これはあの、えーまあ、接種を推奨していくということはすごく必要になるんですけどもただこれだけではやはり状況は あのコントロールでできなくてですねやはりあの予防対策であの感染率を下げていくってことだったりあるいは新しいタイプの変異株今後あの、まあ、あの発生してくる可能性は大いにあもっと効きにくくなるとかですね、うん、まあこういったあのタイプの,あのまあ変異株の,この流入を阻止するためのやはりこの検疫の強化あのこういったことも同時に行っていく必要があるのかなというふうに考えています。 そうですねあの海外みたいにロックダウンという選択肢が法律上ないだけにやっぱり早期に、まあ、発見して封じ込めていくという検査体制重要だと思いますけれども検査体制がどうなっているかですね現状、はいはい、政府によりますとこちらご覧いただきたいんですけれどもまず PCR 検査を行いまして陽性となった方の中から5%から10%抽出して、まあ、変異型 になななっっててるかなってないかといいとうう pcr 検査を再び行うんですねただ、そこで陽性となったとしてもその時点では確定ではなく、まあ、変異株にかかっている疑いの状態でしてその後、国立感染症研究所でゲノム解析をして確定するということなんです。宮田先生はこの 5%から10%抽出するという検査体制についてはどういうふうに思われますそうですそでねあの実態を把握するという意味においてはこの5から10%というのはあの妥当な数だと考えています。ただ一方で今後、まあ、より警戒すべき、まあ、今の変異株も警戒すべきものなんですが、はい、あのいわゆる変異株を封じ込めると。 いうことを考えた場合には、まあ、例えば神戸が行っている六割だったりあるいはもっと高い割合で変異株というのを同定してですねより早期に抑え込むということもまあ重要になるかなと思いますで先ほど説明いただいたように二回目の PCR でですね変異株かどうかは同定できるので、はい、まあこれ数時間ぐらいなんですねで、まあ、この段階で、まあ、例えば自治体と情報を共有しながら あの変異株の経路というのをこう把握したりです、ね、陽性者に対してより強いあの、まあ、サポートを行っていく、まあ、こういったあの運用の中で,です、ね、この変異株というもの,をあのと向き合っていくことがやはりこれからのフェーズあの大事ななのかなというふううふに考えてますもう疑いとなった段階で例えば周辺の濃厚接触者なりかなり強く検査するとかそう,です、ね、そういったことも重要になってくるかもしれませんね。そです、はい であのやっぱりじゃあ、まあ、あの日本の中に入れないということも重要になってくるとは思うんですけれどもその検疫入国制限ですが国土交通省は国内外の航空会社に対して搭乗、ねえー、者数の抑制するように要請しておりまして赤羽国交大臣はです、ね、1日あたり2000人に抑えるというふうにしているんですが宮田先生、この点についてはどうううででしょうかそうですねあの変異はです、ね、今後やはりどこでも起こり得るんですよね。 でまあ、どこの国から入ってくるから分からないということを考えると、まあ、外から入れない対策を打つということは、うん、あのより重要になってくるんですね。で、まあ、その時にです、ねまあ、国内の,このキャパシティを超えるとあの、まあ、十分な対策を打つことができない、まあ、ホテルの隔離ができなくなってしまうので,です、ね、あのやはりあのそのキャパシティを踏まえた上でこの入国をコントロールするということはまあ,あの まあ常に重要になってくるでしょうしでこれからまああの検疫の機能というのを強化あのし始めているんですがあのおそらく、より一層あの重要になる対策にななるのかなと思いますすそうですねまああの本当にあの今後のことを考えるとですねあの解除するにしてもしないにしてもですねやっぱりまあ変異株のことまあ第4波のことをやっぱりちょっと念頭に置かなきゃいけないと思うんですがとりあえず藤川さんその 1>, 1週間後に迫ったその解除期限ですね。政府は解除するのかどうかズバリどうう。うででしょうそうですね。政府は21日解除に踏み切りたい考えなんです。 最も重要なその指標の1つであるその病床の使用率なんですけれども、えー、自治体と連携してその医療機関の役割分担などを進めてきていますので改善の傾向が見られていると評価をしていますまた、その感染者の数についても政府関係者は今の水準であれば解除に問題はないとしていてですね18日にも、えー、解除の是非を諮問委員会に諮る方向で調整をしています。 はい。そしてですね、その会場後なんですけれども、はい、やはり再拡大というのを懸念されますので、そのモニタリングの検査や変異株の監視強化を行って再拡大の予兆をつかみたいという考えです。はい、そしてもし万が一その局所的にですね感染が急増するようなことが発生してしまった場合などには、そのステージ3から4に上がってしまうようなことがないように万、ま、延防止等重点措置を使って で抑ええ込むという考え方ですなるほどまあ解除してもその後対策は何にもしなくていいというわけではないですし十分対策が必要なんですけれどもあの先ほど VTR にあったように飲食店を見てみてもです、ねまあ、周りでも多分そうやって皆さん感じていると思いますけどあしっかりこう席の間隔を空けてるなというお店もあったり。うん あ、全然そんなことがなかったりするお店もあったり、うん、あの実はそういったことをですね。調査はしているんだそうです。うん、あの1月末からですね。農水省、それから厚生労働省がですね。調査を行っておりまして、11。都府県の。 お店でですね今まで実績としては1300店舗でこれから3月、4月と増やして最大7000店舗、まあ、あの訪問して調査してちょっと間隔を空けてくださいというようなことも実際に今までにはやってるということなんですけれどもこれ自体、ちょっと知らなかったんですが、うん、宮田先生、やっぱり今後のことおっしゃる通りだと思いますねあのやはり解除した地域ですね。 やはり陽性者数増え始めているんですね。で実効再生産数においてもやっぱり1を超えて、でまあ2に近いエリアもあるという中で、やはりこの会場後にいかにこう再拡大を起こさせないかってすごく大事です。うん でまあ、これあの昼の飲食とかあるいはオフィスの感染対策っていうこともあのとても重要になるんですがやはり一つはこの夜の飲食の場面ですね、はい、でこれが今までと同じようにやってしまったら同じようにこれ今11月中旬の水準なのでそうするとまた 1>, あの1ヶ月後、2ヶ月後にですね再拡大するというようなことがまああの予想できてしまうので、はい、いかにこの対策を徹底していくかということですね、うん、7000店舗ということがあるんですがこれがやはり来るかもしれないと、うん、飲食店側がまあ緊張してまあ対策をしっかり引き締めることによってまあ全店舗がですねこの気をつけるというこの環境が作られていけばまあこういった対策もさらに有効になっていくのかなというふうふに思います。そうですすねだからやりますよっってももとアナウンス効果も <laughs> 狙った方がいいんじゃないかという感じもしますね。すねはい、はい、おっしゃる通りです。はい